ホーメル社のスパム博物館オースティンは、アメリカ合衆国ミネソタ州南東部に位置する都市、同州モーワー郡の郡庁所在地である。人口は24,718人。市は、週間高速道路 I-90 と、国道218号線が交わる場所を中心に広がっている。オースティンはスパムで知られる。ホーメル社が本社を置く街として知られる。それゆえに、市は、 スパムタウン USA という別名を持っている。市にはスパム博物館もある。1984年8月から1985年6月にかけてホーメル社では大規模なストライキが起こり、当時のミネソタ州知事が軍隊の出動を要請する事態にまでなった。このストライキを題材としたドキュメンタリー映画、アメリカンドリームはアカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した。 市は未だに、労働組合の問題をめぐって二つに割れている。1853年、オースティン・ニコルスは、シダー川のほとりにこの地で、最初の住居となる、マルタ小屋を建てた。ニコルスはここに長く住むことはなく、翌1854年に、シャウンシー・レベリッヒにマルタ小屋を売却した。レベリッヒは、最初の製材所を建て、初期の入植者たちに木材を提供した。 また同じ年、マルタ小屋のそばには学校も開校した。1855年にはこの地で最初の教会堂となるメソジストの教会堂が建てられた。1856年にはモーアー軍が成立した。また、この地にはニコルスにちなんでオースティンという地名が付けられた。同じ年、町では最初の委員と最初のホテルが開業した。パラマウントシアター。 国の史跡に指定されている。1857年、W.A. ウッドソンはオースティンで豚肉の生産を始めた。またこの年、オースティンには、改修派協会の最初の教会堂が建てられた。1858年にはこの町で、初めての新聞が創刊し、図書館が建てられ、公共設備や街頭の整備も進んだ。1865年には、町の学校に、 初めて校舎ができた。翌1866年には初めての銀行が開業した。1867年から1869年にかけてはシカゴ、ミルウォーキー、セントポールとオースティンとを結ぶ鉄道が次々と開業した。これらの鉄道の開通により、オースティンは鉄道交通のハブとしての役割を担うようになり、産業も発展していった。 1885年にはシカゴグレートウェスタン鉄道が開通した。1892年、ジョージ・ A ・ホーメルはホーメル社を創業した。このホーメル社は後にスパムで知られ、オースティンの雇用を支える待ちきっての大企業へと成長していった。この頃、OH ヘッジ博士と地域一体のルーテル協会員たちはオースティン病院協会を設立し、非営利団体として セイオラフ病院を設立した。1897年には、チャールズ・ブーストロムが、南ミネソタ普通大学とオースティン商科大学を開校した。この2校の大学は1925年まで存続した。1933から34年にかけてかけられた、ルーズベルトブリッジ。南東ホースストリートでシダー側にかかっている。元は、 シカゴグレートウェスタン鉄道の鉄道橋であった。1902年にはオースティン公園理事会が設立され、市の公園の建設、維持を進めた。1903年には今日の市政の基礎がほぼ確立された。1904年にはアンドリュー・カーネギーの寄付を受け、オースティン公立図書館が開館した。1939年にはレクリエーション理事会が発足した。 公園理事会とレクリエーション理事会は1949年に合併し、オースティン公園、レクリエーション理事会となった。1965年9月30日、シカゴグレートウェスタン鉄道の最後の列車がオースティンを立った。これ以後、オースティンに旅客鉄道が停車することはなくなり、市は19世紀半ばからの鉄道のハブとしての役割を終えた。現在では、 オースティンはもっぱらホーメル社の企業浄化町、スパムの町としてのみ知られている。オースティンの1オースティンは、北緯44度5分47秒整形87度40分30秒、北44.09639度整形87.67500度、44.09639-87.67500に位置している。 ミネアポリスセントポールの南約1 4 5キロメートルに位置している。アメリカが衆国統計局によると、オースティン市は総面積2 8 1 k 平方メートルである。このうち2 7 8キロ平方メートルが陸地で0 2キロ平方メートルが水域である。総面積の0.83%が水域となっている。標高は約3 7 0ルである。 ダウンタウンはほぼ5番の目のように区画されており、メインストリートを境に、東西、オークランドアベニューを境に南北に分かれている。週刊高速道路 I-90 は、市の北側を周回するように東西に通っている。ダウンタウンの東約3キロメートルには、オースティン市営空港がある。オースティンの気候は、雨が多く涼しい夏と乾燥して、寒さの厳しい冬とに特徴を付けられる。 夏の平均気温は摂氏20度ほどである。冬は日中でも氷点下5から6度、夜は氷点下20度まで下がる。月間の降水量は夏季100から1 2 0ト、mm、ル、冬季20から3 0ト、mm、ル程度である。年間では7 0 0、mm、トル程度の降水量がある。ありがとうございます。